中崎優太は、鹿児島県総軍宝部町出身の元プロ野球選手、コーチ、広島東洋カープに所属するプロ野球選手の中崎翔太は実定。総市立宝部小学校2年から宝部サンデーズで軟式野球を始めた。総市立宝部中学校では軟式野球部に所属し、1年でエースとして県の1年生大会優勝。 中学2年生で公式野球の都城リトルシニアに入団した。日南学園高等学校では有馬翔と同期で共に1年の夏からベンチ入りしている。同年秋には背番号1をつけて県大会に臨んだが練習中に左足人体を負傷しその間に有馬がエースとなった。2年春には主にリリーフを務めチームは 県大会で優勝した。同年夏の宮崎大会では、有馬と交互に先発を任され、第89回全国高等学校野球選手権、大会に出場を果たす。当番のない時は、左翼手を務め、請球よく、最速時速1 4 4トルの速球を投げる、脱三振の多い投手だった。三回戦で、田中健次郎を擁する徳こは川高等学校と、 対戦し、延長10回から登板したが、決勝タイムリーを打たれ破れている。3年夏は、投資権右翼手として2年連続甲子園出場を目指したが、県大会決勝で、宮崎県立宮崎商業高等学校の赤川、勝則と投げ合い、2回から登板して8回まで3、アンダム失点に抑えたものの1対2で敗れた。2008年10月30日に行われた、 プロ野球ドラフト会議で埼玉西部ライオンズから一巡目で指名され契約金と年俸それぞれ8000万円、800万円で仮契約を結んだ。背番号は21に決まった。鈴木春彦編成部長からは久井秀明や岸高行に続く逸材と高い評価を受けていた。2009年は1軍、2軍とも出場がなかった。 2011年11月13日に、背番号が46に変更された。2012年のシーズン終了後に、小石博隆、中田翔太と共にオーストラリアンベースボールリーグのメルボルンエイシズに派遣され、ウィンターリーグに参加した。2013年5月9日に出場選手、登録され、11日の対福岡ソフトバンクホークス戦において6回1死の場面に2番手で、 プロ初登板し、2、3回を投げ、ヒアンダ3、非本塁打1、2失点だった。対戦第1打者の長谷川祐也に、本塁打を打たれたが、プロ初登板で対戦第1打者に非本塁打したのは、史上62人目だった。7月18日、フレッシュオールスターゲームで、イースタンリーグ選抜チームメンバーとして5回に4番手で、登板し、1回を投げ、無失点で、 勝利投手になった。2014年3月下旬にチーム内でインフルエンザが蔓延したために軍の試合に出場できる選手が不足し、3月23日のイ、e ・リーグの対横浜 DNA ベイスターズ戦では右翼手として先発出場した。2015年は左手中指、人差し指、手のひらの血行障害を発症し、8月下旬に手術を受けた。 2016年3月に投球フォームを再度スローに改め、一軍ではプロ入り最多の8試合に登板したものの10月1日に球団から戦力外通告を受けた。その後11月12日に行われた12球団、合同トライアウトに参加、打者3人に対し批安打0、脱三振2の成績だった。12月2日付で自由契約選手となった。2017年1月、 ベースボールチャレンジリーグに参入する栃木ゴールデンブレーブスに選手権コーチとして入団した。2017年シーズンは主にセットアッパーとして31試合に登板して1勝2敗2セーブ、防御率3.86であった。シーズン終了後の12月25日に栃木を退団することが発表された。発表に付されたコメントの中で一枠でも若い選手にチャンスを与え、 一人でも多く NPB に行ってもらいたい。その思いも含め BC リーグは身を引くことを決断しましたと述べている。前年に在籍した BC リーグ、栃木を運営する人材派遣会社の A ジェックが2018年より社会人野球に参入し、中崎も選手兼任コーチとして入団した。同年は結成1年目で選手の絶対数が足りない。 チーム事情から野手としても試合に出場し、公式戦で二塁打も放っている。2019年からは、選手登録を外れ、コーチ先任となっていたが、2020年12月11日、チームより退部することが発表された。退部後は、2021年4月より、AJEC 内に開校予定の NPB 養成専門アカデミーの技術指導の、 講師に就任自身の経験だけでなく、トラックマンを用いた客観的な視点から、選手ファーストのきめ細やかな指導を行っている。練習時には自ら打撃投手やノッカーを務める。また、野球の指導だけでなく選手の送迎やデスクワークなど幅広い業務を行っている。もともとはオーバースローだったが、2016年に転校したサイドスローのフォームは、 打者に背番号が見えるほどの半身の体勢からクロスステップで投球し、投球後は体が一塁側に大きく流れるという独特のもの。そのため球場のバックスクリーン方向からホームベース側を映す。テレビ中継放送では画面から消える。天候に際しては現役時代に左投げでクロスステップのサイドスローだった清川英二,二軍投手コーチが指導に当たった。 転校前は直球は最速時速 146km を記録していたが転校後は最速時速 130km になった。なお、PC リーグ移籍後は元のオーバースローに戻している。プロ入り後の最速は時速 151km 遠投はプロ入り時で 100m。ありがとうございます。